ライブ配信したい。あ、してるか。今してる。してありがとうございます。あ、おはようございます。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 今日もハゲてますね。ハゲてますよ、今日も。あ、今日もしっかりハゲてる。どうにもならない。うん。さあ、そんなわけでね。まあでも実際にライブ配信をやった場合、まあこういう仕事中の通勤とか帰りの時間とか仕事中もまあまあできるとは思うんですけど、まあ毎日ってなるとこうライブ配信はやっぱり毎日どうなんでしょうね。もう毎日の大丈夫だよ、もうライブでやると、それは僕の目標ではあります。もうコメント見ながらもう言いたい、コメントくれた方にもう直接言いたいっていうのはありますね。 ありがとうございます。大丈夫ですよ、大丈夫ですから。佐伯さん、佐伯さん大丈夫ですよ。あ、つげさんもありがとうございます。大丈夫ですからね、大丈夫。ぜひね、僕の声を耳で聞くだけじゃなくてね、ぜひご自身の声でもね、ご自身の耳に大丈夫だよと言ってあげてください。そして余裕があればね、誰か悩んでる人とかがいたらぜひ大丈夫だよって言ってあげてください。コメントしっかり見とかないとね、こう流れていっちゃうっていう。いやー本当にね、今日も、まあ、今日お休みという方はね、天気も良さそうなのでちょっとお出かけ日和だと思うんですけども、まあお仕事という方は頑張りましょう、一緒にね、頑張りましょう、ちょっとね、私出勤はまあ10時からなんですけど、基本は大体もうこの時間9時半前ですね、9時20分とかにはもう現地の近くに到着して、ちょっとね気持ちを整えるっていう作業をして、あ、おはようございます。あ、はい、横文字アルファベットだとね、パッと読めないっていうのは若干ありますね。ネイマールさん、ネイマールさんでいいんですか。あ、どうもネイマールさん、平山と申します。はい、あなたは大丈夫ですよ、大丈夫ですからね、うん、そうこういう形でちょっとね早めに来るわけです、仕事場の近くに。それでこう日陰を探してちょっとね整えるんですよ。
こういう作業をして、仕事始まる時にはもう全開でいけるようにしてるわけですね。まあ全開といっても全開ではないですけども、はい。いやー、あ、おはようございます。え、今日は仕事なんですか？はい、仕事です、仕事です。お休みの方はみんなどこ行くんでしょうね。いやー、いいな、お休み。いいですね。あ、なんかやっぱ本当に思うのは、お休みの日はちゃんと計画を立てて朝早く出発するっていうね、そういうのが一番いいんですよね。本当に時間を有意義に有効的に使えると言いますか。やっぱどうしてもこう休日をノープランで過ごすと、お風呂も入らなかったり、起きる時間も遅くなって、なかなか、あ、しまった、もう一日終わりだみたいなね、何回繰り返したんだろうな、同じ過ちを。さあ、そんな反省もしつつ、皆様はいい時間を過ごしてください。今日楽しく楽しくいきましょう。いやー、景色もね、ちょっと映すほどの公園が横にあるっていうぐらい。いやー、ちょっとこのままね、本当はね、どっか行きたいですね、遠くにね、ライブしながら、はい、このまんまちょっと大阪行ったりとか、まあ、東京行ったりとか、なんかね、うん、やっちゃいたいですね、本当はね、本当は、うん。さあ、あ、ありがとうございます。安倍心臓、あ、安倍さん、ありがとうございます。おはようございます。大丈夫ですよ。はい。大丈夫ですよ。菅さんっていう方も。どうしたんですか、菅さん。もう疲れた。ああ。うん、疲れます。人は疲れます。菅さん。疲れますからね。うん。疲れるもんです。疲れたら休みましょう。もう以上、それだけです。休んだら絶対大丈夫ですから。絶対大丈夫。菅総理かな、これ。ああ、いいじゃないですか。ありがとうございます。スパチャいただいても、あ、なんでもないです。いや、本当に、まあ、疲れますからね、本当に。あとは、まあ、やっぱ年齢とともに、疲れ方もね、ちょっと。まあ、僕の想像をはるかに超えてくる疲れ方をするんじゃないかなと思いますので、しっかり休みつつ睡眠とって、栄養ですよね、本当にまんべんなく人間が必要としている栄養をしっかりとる、うん、それがいいですね。そして太陽の光を浴びるっていうのは大事かなと私は思いますよ、菅さんね。しっかり休んでくださいね。もうちょっとしたらね、あれですよね。ね。さあ、ちょっと私も、この後、まだ時間はありますけれども、一服したり、コーヒーでも飲んだり、ちょっと YouTube 見たりして、いい一日、仕事ですが、いい一日、楽しい一日を過ごしたいなと思います。皆様も、あ、スパチャありがとうございます。あ、ありがとうございます。山本さんですね。5000円、ありがとうございます。いや、本当に、いや、本当にね、何を言おうとしたんでしょうか。楽しくいきましょう、今日も楽しくね。今日はライブ配信風ということでお送りしました。はい。まあでも、ライブ配信したいな、うん、まあまあいいでしょう。さあ、ちょっとね、僕も言ってももう41で、運動不足で、甘いものが好きで、お菓子が好きで、どんどん体重は増えております。現在体重80キロ。
頑張って痩せたいなと思うんですが、なかなか今の仕事だとね、はい、全然そんな話はどうでもいいですか。あ、すいません。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。あんまり画面に顔を近づけるとハゲがバレますよ。隠してないです。もうハゲなんで、はい、もう大丈夫です、はい、大丈夫ですから、お気遣いありがとうございます。大丈夫です、ハゲなんです、はい、もうどうにも。なんで雲がいるんだよ、おい、なんで雲がいるんだよ、おい、ちっちゃいタランチュラみたいな、見えますか。うわあ、ティッシュにくっついて地面に落ちました。はいはいはい、うんうん、はい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 、無事に地面に雲は降りました。はいはい、あー、ライブって怖いですね。何があるかわからない。さあ、というわけでこの辺で今日はお別れしたいなと思います。あ、おはようございます。あ、本当に、あ、お仕事の方、ん、あ、小山さん、あ、はい、ありがとうございます。は、はい、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあまた明日お会いしましょう。皆様、本日はどうもありがとうございました。大丈夫ですからね、大丈夫ですから、大丈夫ですから、本当にありがとうございます。ということで、また明日、おやすみなさい。平山茂でした。